BMW 2.5 2800 3.0 c s BMW 2.5 2800 3.0 c s はドイツ、当時は西ドイツの自動車メーカー BMW が1968年から1978年にかけて製造販売していたコードネーム EQ と呼ばれる二ドアクーペである。 1950年代末の経営危機から立ち直った BMW はノイエクラッセと称された1500の上級版として1800や2000を投入。1965年のフランクフルト賞ではにドアクーペモデルの 2000C、2000CS を発表するなど、より上級の市場に向けてバリエーションを拡大させた。その一方、より小型軽量なにドアモデルの例にシリーズを登場させ、 高性能版2002を追加するなど、高級で、スポーティーなイメージを確立しようとしていた。モータースポーツ界においても1800のスポーティーモデル、TI や2002は、ツーリングカーレースで活躍し、BMW のスポーティーなイメージは高まった。1967年には6気筒エンジンの2500、2800を搭載させた大型セダンを、ラインナップさせ、スムーズで、 パワフルないわゆるビッグシックスエンジンの登場によって高級車市場におけるメルセデスベンツのマーケットに足がかりを作った。これとともに 2000C、2000 CSK のクーペボディにも大型の6気筒エンジンを搭載することでグラントゥーリズムの市場を開けすることとなった。また、6気筒エンジン搭載のクーペにはヨーロッパツーリングカー選手権での活躍も期待された。 基本的なボディデザインは、1965年登場のノイエクラッセと称された、BMW1500、1600、1800、2000系の4ドアモデルを2ドアのクーペにした2 0 0 c CS を流用したものであるが、この際のクーペ化は1500系のデザイナーだった序盤に、ミケロッティではなく、ベルトーネのチーフデザイナー、マルチェロ・ガンディーニが担当している。 こが分かれたフロント周辺のデザインは、1967年に登場していたセダン版の2500、2800と、同一イメージの丸型4等式に改められ、6気筒シリーズの一員であることを示していた。6気筒化にあたり、エンジンルームに大型の直列6気筒エンジンを乗せるために、オーバーハングを大きく取った形になっている。3000cc のエンジンの燃料供給は、 ツインキャブレターと燃料噴射装置の二つのタイプがあるが、同時期の BMW2002 シリーズとは違って、キャブレターはゼニスストロンバーグで、インジェクションはボッシュ製 D ジェトロニックであった。1968年、先に大型4ドアモデル BMW2800 に採用されていたボアストローク、86.080.0mm、2788。 CC の水冷直列6サイチェシ C エンジンを搭載した 2800CS が発表された。キャブレーションは35、40E ネットのゼニスストロンバーグキャブレター2機を装着し、9.0、1の圧縮比から最高出力 170HP、6000RPM、最高トルク 23.6kgM、3700RPM を発揮させていた。 トランスミッションはフロアシフトの4速、MT と ZF 製の3速、AT が用意されており、4速、MT のギアレシオは低い方から3.850、2.080、1.375、1.000、3速、AT では2.560、1.520、1.000であった。エンジン出力としては4ドアモデルと同じではあったが、 車体が軽い分、最高速は4速 MT 車で時速 206km、3速 AT 車で時速 200km に達した。ボディサイズは、搭載エンジンが4気筒から6気筒に変更されたため、フロントのオーバーハングが延長され、全長 4660mm、全幅 1670mm、全高 1370mm へと拡大されている。 フロントマスクは 2000C、2000CS の前衛的な一体型ヘッドランプではなく大型4ドアモデルで採用されていた丸目4灯タイプになった。これに伴って車両重量は 2000CS の 1200kg から1 3 7グ k g へと増加している。サスペンションはフロントにはマクハーソンストラット、コイルスプリング、リアにはセミトレーリングアーム。 コイルスプリングと同様であるが、標準で前後ともに、スタビライザーが装着されている。ボディ重量の増加とエンジン出力の増大によって、ブレーキ自体も大型化されており、フロントに二ミ2 7 2 m、mm、m のディスクブレーキを、リアに十ミ2 5 0 m m のドラムブレーキを採用している。また、ステアリング機構は、ZF 製のパワーアシスト付きウォーム ローラー式となっている MTAT をトータルして総計9399台が生産された。当時はまだチューニングショップであったアルピナは ETC ユーロピアンツーリングカーチャンピオンシップには 2800CS で参戦しており、1970年のスパフラン・コアルシャン24時間耐久レースでは優勝を果たしている。 1971年 2800CS でビッグシックスエンジンによるグラウントゥーリズムを確立した BMW はさらなる動力性能を得るためにボアストローク 89.080.0mm の 2985cc エンジンを乗せ BMW 3.0CS として発表した。キャブレターは35。 40E ネットのゼニスストロンバーグキャブレターを2機、圧縮比は9.0、1と 2800CS と同様ではあるが、出力は 180HP、6000RPM、26.0kgM、3700RPM を発生させており、これも 2800CS と同じギアレシオのトランスミッションを乗せて、4速 MT では、 時速 213km を3速 AT では時速 209km をマークしている。車両重量は MT で 1400kg、AT で 1420kg と増量している。車身スペックとしてはフロントブレーキは変わっていないのだがリアブレーキがドラムからインナードラムタイプのキングブレーキがついたディスクブレーキとなったことで 制動能力を向上させている。2985cc のエンジンにゼニス、ストロンバーグのツインキャブレターを装備したエンジンだけでも十分な動力性能を誇っていた CES シリーズに BMW は燃料噴射装置を組み込むことにした。これはそれ以前に BMW2002 チに採用されていた機械式のクーゲルフィッシャー製ではなく、 電子制御式のボッシュ製 d ェトロニックを採用している。これと同時にエンジンの圧縮表級点を1に変更 210HP6000RPM27.2kgm3500RPM というエンジン出力を得ている。ギアボックスはツインキャブレター版と同じ4足 MT の他に5足 MT がいされており、そのギアレシオは 低い方から3.764、2.020、1.424、1.252、1.000となっている。もちろん最高速も時速 220km へとより向上されている。この車の性格上、3速 A、T は設定されなかった。2002でツーリングカー選手権の好戦績を残してきた BMW はビッグシックスエンジンでの参戦を決定したが、 2002シリーズから比べると大幅に増大した車両重量はどうともしがたかった。そこで車両各部を軽量化したモデルを市販モデルとして投入し、ホモロゲーションを取得することにした。左右のドアをアルミ製にリアウィンドウをアクリル製にし、パワーウィンドウモーターを配すことでノーマルバージョンの 1400kg から 200kg も減量することを成功させている。 モデル名の L はドイツ語で Like とイコール軽量の意味を示している。1971年に発売されたファーストバージョンではノーマルバージョンのツインキャブレーターエンジンと4足 MT のギアボックスを乗せて最高速時速 215km をマークしていた。1972年には早くもセカンドバージョンが発売されている。エンジンは ノーマルバージョンに対して、ボアストロークを 89.25mm、80.0mm、排気量を 3003cc とし、ボッシュ製 D ジェトロニックを装備し、200hp、5500rpm、27.7kg、M、4300rpm にチューンアップしている。外装にも、大型のフロントスポイラー、トリアスポイラーを装着させ、 ボンネット上には整流板が取り付けられていた。これにより、最高速は時速 220km と時速 5km アップしている。このモデルは純粋にレース用ホモロゲーション取得のためのモデルで、この車をベースにレース用車両が製作され、各レースにて活躍を見せ、1972年のスパフラン・コルシャン24時間耐久レースでは優勝を果たしている。 1973年には、セカンドバージョンをスープアップしたサードバージョンモデルが発売されている。エンジンのボアはそのままに、ストロークを 84.0mm とし、排気量を 3153cc とすることで、2 0 6 h p 5 6 0 0 r p m 2 9 2 k g m m 4 2 0 0 r p m の最高出力とトルクを得ている。 外装としては、セカンドバージョンの大型リアスポイラーは廃されて、FRP 製のフロントエアダムとステンレス製、リアオーバーフェンダー、トランクリット状のリアスポイラーを装備しているだけある。最高出力、トルクは増加したが、最高速等は、セカンドバージョンと同じであった。レース用ホモロゲーション取得という性格上、総生産台数は1039台と少数の、 生産であったあ。1973年に起こった第一次オイルショックを機に BMW は一気に新設計のモデルを投入していった。ノイエクラッセシリーズでも4ドアセダンが E12.5 シリーズへ2002シリーズが E21.3 シリーズへとチェンジしていく中で CS シリーズも次世代クーペの E24.6 シリーズへとチェンジされることになった。 そんな中でも CS シリーズへの賞賛の声は鳴りやまず、高価な6シリーズに対して廉価版という位置づけで、ビッグシックスのボアストロークをスケールダウンさせて、生産、販売されることになった。ボアストロークを 86.071.6mm とストロークダウンさせて、排気量を 2494cc としている。圧縮比は9.01と同じだが、 32、4 0ーネットのゼニスストロンバーグキャブレターを2機として、最高出力は 150HP、6000RPM、最高トルク 21.5kgM、3700RPM としたエンジンを乗せていた。2015年、イタリアで開催された、クラシックカーの祭典であるで発表された、コンセプトカー、3.0CSL を、オマージュ、オマージュしており、 先代がアルミニウムで軽量化を図ったようにオマージュでは炭素繊維強化プラスチック CFRP カーボンを多用することで軽量化を実現している直列6気筒エンジンとハイブリッドシステム E ブストを搭載しているがそれ以外は公表されていないまたオマージュのレーシングカーバージョンとして BMW 3.0 CSL オマージュ R も発表されている 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。